人 OTC 三量体の構造、オルニチントランスカルバミラーゼは、カルバモイルリン酸と、オルニチンからシトロリンとリン酸を作るときに働く、酵素である。植物と微生物では、OTC は、アルギニンの生合成にも関与する。哺乳類では、OTC はミトコンドリアに極在し、尿素回路の一部を担っている。OTC は三量体の構造をしている。 このうち一つのモノマーがカルバモイルリン酸の結合部位とアミノ酸結合部位を持つ。残りの二つのモノマーは別々の基質結合ドメインを持ち、中央のベータシートが側面のアルファヘリックスに埋め込まれた構造をしている。活性部位は三つのモノマーの接合部分に位置している。オルニチンの側座の網の元がカルバモイルリン酸のカルボニル元を嗅覚攻撃し、 四面体系の中間体を作る。結合部位が変わって、シトルリンとリン酸が生成する。人の体内の OTC のレベルが低下すると、アンモニアの濃度が上昇して神経に変調をきたす。グルタミン酸とアラニンの濃度も増える。一方、カルバモイルリン酸が供給されないため、尿素回路の中間体の物質の濃度は低下する。その代わりカルバモイルリン酸は、 ウリジル酸の合成系に回る。そのため血中のオロと酸の濃度が上昇する。体内アンモニア濃度の上昇に対する治療法は、グリシンと結合して、馬に黄酸を作る安息抗酸ナトリウムを与える、ことである。ありがとうございます。